以後において、咳とは、相手の石を取ろうとすると、自分の石が取られてしまうような、お互いに手を出せない状態を言う。上手において、黒が、内側の白石を取るために、A に打てば、白が B に打ち、黒番が B に打てば、白番が A に打つことで、逆に内側の黒石が全て取られてしまう。また、白が黒石を取りに行こうとしても、 同じように白石の型が取られてしまう。このように、石を取りに行った方が逆に取られてしまうために、両者とも手が出せない状態を石という。石は、両方の石が生きていると考えられる。また、この図のような A や B は白黒どちらの地にも、数えられない。現行の日本囲碁規約においては、より一般的な定義がなされている。囲碁のルールを参照のこと。 白が A や B に詰めると黒に取られて、息となり、黒から AB の両方に詰めると白で三目中での死にとなる。したがって、双方とも手出しができず、咳となる。上手のように甲が二つある場合、白が A に取ると、黒は B に取り返すことができるため、どちらも全体が取られることがない。このため双方とも咳息,息として扱われる。 両者が一眼ずつを持ち、A のように打ちダメがある場合はどちらからも相手を取りに行けず、これも、石となる。これも両者が手出しできず、石の形。隅は、一見七目の白地に見えるが、周りのダメがすべて詰まると、黒一から三の手段が生じる。両者手出しできず、これも石白は生きてはいるが、地がゼロになってしまう。この場合のついた石は、 石の関係にあるが、それを包囲する、右側の白石に、目がないため、いずれ白が全て取られてしまうことになる。これを石崩れと呼ぶ。また一見石に見えるが、死にになる形として、隅の曲がり四目がある。詳しくは、該当項目参照。ありがとうございます。